カナダスピスは、カンブリア紀の海に生息したハイムナキリーナ類の、接足動物の一族、バージェス動物群とスミエ生物群から発見されている。前半身はほぼ円筒形の廃坑に覆われた動物である。学名、カナダスピスは、北アメリカ大陸の国カナダと、ギリシャ語において、盾を意味する、アスピスに由来する、カナダスピスペフェクタの化石、頭部の前には、 目柄のついた一体の目と十数節に分かれた触覚がある。口は腹側にあって、後ろに向いて開いたと考えられる。かつては、甲殻類のようにさらなる一体の触覚と顎を持つと考えられてきたが、そのような構造の存在は後に否定的とされる。頭部の背面から伸びる薄い肺甲は、胸部の背面に伸びて、体の左右を折っている。胸部と腹部は、円柱形。 合わせて十数節を持つ。腹部の終端は太い微節があり、その腹側は直前の腹節から生える棘がある。腹面には頑丈な内詞と線形の外詞からなるに、下型付属詞が並んでいた。内詞は付脚型で、基部の内側は発達した突起がある。このような付属詞は十対あり、その内最初の一体もしくは二体は頭部のもので、残りは胸部のものであるとされる。 カナダスピスは海底から有機物を取る緩やかな訂生性動物であると考えられる。体の大部分を折った左右2枚の廃校は外敵から身を守る機能を持つ可能性が挙げられる。カナダスピスとワプティアカナダスピスのように2枚貝様の廃校を持つ節足動物はオダラやワプティア、ブランキオカリスなどが挙げられており、ハイムナキリーナ類として分類される。 カナダスピスのエルペフェクタは10対の同型の2、サガタ付属子があるが、最初の2体は頭部のもので、残り8体は胸部のものとされる。このことは、頭部の顎の分化がほとんど起きていないこと、この動物の原始性を示すものと考えられる。8節の胸部と7節以下の腹部は、軟膏類の特徴であるため、大顎と2体の触覚を持つという解釈に加えて、 1978年に、ブリックスは、この動物を、初期の甲殻類、特に軟高類に属するものと考えた。しかし、このような見解は後に否定的とされる。例えば、触覚として認められる構造は1体しかなく、この単映画型の触覚を、第二触覚と解釈するのは、甲殻類としてあまりにも異質であり、大顎とされる部位も5人であると指摘される。加えて、 同族のエルリー・バインゲイタは10節の腹部を持ち、カナダスピスの難航類的形質を直接に否定している。90年代後期の見解をはじめとして、カナダスピスを他のハイムナ・キリーナ類と共に基盤的な新接足動物もしくは基盤的な大オオアゴ類と考えるのが主流となった。カナダスピス族にはバージェス動物群のシーペ・フェクタと、 スミイエ動物群の c d イゲイタという2種が知られる。バージェス動物群に属する。腹部は7節を持つ。スミイエ動物群に属する。腹部は10節を持つ。シーペフェクタに比べると廃坑は、より小さく、微節のトゲは少ない。ABCDEFGHIJ カナダスピス、ホシルギャラリー、ザ・バージェス・シール・ハット ABC アリア、セドリック、キャロン、ジーン。 ベルナール、バージェス・シェール・ホッシルズ・イラストレイト・ザ・オリジン・オブ・ザ・マンディ・ビュー・オレイト・ボディ・プラン。ネイチャー545、ドイ、10.1038、ネイチャー22080、ABCDEFGHI4、シャング・アング、アーサラ・パズ・オブ・ザ・ロア・キャンブリアン・チェンチョン・ファウナ、サウス・ウェスト・チャイナ、バーストラム・ヤン、1938、オスロ、 スカンジナビアン・ユニバーシティ・プレス、ISBN8200376931 e、億区3830万5908、https コロンスラッシュスラッシュ foreninger.uio.no スラッシュ ngf スラッシュ fos スラッシュ pdfs スラッシュ f&s45、pdf ハットオーテイガハーナンです。ハビエル・ジャンセン、ラルフ、バット、 グラハム E、オリジンエボリューションオブザパナーサラポッドヘッド、A、ペイルオバイアロジクルディベラプメントルパースペクティブ、アーサラポッドストラクチャーデベロップメント46、354、379、DOI、10.1016、JASD、2016.10。 デいで、ね、いちイち、いしゅん1467から8039、http コロンスラッシュスラッシュ w w w s c i n c e d i r e c t c o m スラッシュサイエンスラッシュアーティクルスラッシュ pii ス,スラッシュ s1467803916301669 ありがとうございます。<GPU>